こんにちは、大樹です。最近ね、練習というか、コーチング学びに来てくれる人とやってる練習でね、クライアント役に、なんていうのかな、結構自分のことを、クライアントがね、クライアント自身のことを責めたり、それから相手の人のことを責めたり、いろんな人のことを責めたりとかってね、いう、そういう感じのクライアントを演じてもらうというか、まあちょっとなんか普段あんまり出さないような人のことを責めたり自分のことを責めたりっていうモードにグッと入ってもらって、でそういうクライアントやってもらうっていう練習をするのね。そうするとやっぱりコーチ役の中でね、なんかね、もうこれ聞いてんのしんどいなとか、そうやってさ、なんかいろいろ自分のこと悪く言ったり人のこと悪く言ったりしてさ、それが良くないんじゃないのってこう気持ちが出てきたりとか、なんかやっぱりこう評価判断したくなっちゃうっていうのが出てきます。でそういうのをね、味わった時に、いやでもなんかこう言わざるを得ないぐらい、嫌なことがあったのかなとか、まあこの話をとにかく聞いてもらいたいのかなと思って聞くっていうね、そういう練習をしてみる。要はその相手をちょっと批判するとか責めるとか受け入れがたいなって気持ちが出てきて、でそれに気がついた上でね、相手を受け入れるっていう練習をしたりとかってすることがあります。でぜひね、皆さんも、ちょっとそういう観点をぜひ持ってみたらどうですかという、話で、やっぱりその人たちは普段から、なんか自分のことを責めたり人のことを責めたりしながら、周りの人にお前がそんなこと言ってからダメなんだよとか、なんかお前と言うと面白くないわみたいな扱いを受けてるのね。でだからこそ人に受け入れてもらいたいとか、なんかこう気持ちがあってとか、やっぱりその人たちに対して批判したくなったりとか、いろんなことがあって言ってるわけなんですね。で自分はどう関わろうかなと思って、違うことをやろうと思って頑張ってやってみると、違うことが起きますよ。で相手のことを受け入れた時に少しね、相手は落ち着いたりとか、こっちのことを受け入れたり別の人のことを受け入れたり始まりますから、受け入れることから始まるね、始める練習ね。あとクライアント役やってみるのもいいよ。いきなり知らない人にあんまぐちぐち言うと、その人に本当に嫌がられるかもしれないけど、練習ねっていうので、自分がクライアントやるときに結構相手に対してなんか自分を責めるようなこと言ったり、相手を責めるよ、人を責めるようなこと言ってるのを淡々と、そっかそっかって、何があったのとか、そうなんだ、そういうふうに思うねとか、そっか大変だったねとか、それ嫌だねとかって、なんかこう本当に受け入れて聞いてもらうと、なんかね、少し気持ちが変わってくる感じがあるかもしれない。そしたらそこからもきっと学ぶことがあると思います。なんか嫌な話は聞かないっていうのもあるんだけど、聞いてもらいたい話だからしてんのかもしれないよということで、思い切って聞いてみる。これはね、同じ話が繰り返されるクライアントもそうかもしれないですよ。なんで同じ話が繰り返されるかっていうと、もしかしたらこっちが聞いてないからかもしれない、ちゃんと受け止めてないから。そう思うとまた面白いことが見えるかもしれません。参考まで。